はい、皆さんおはようございます。皆さんお元気ですか？日曜日の朝、今日はね10月の9日日曜日、朝の9時半を回ったところですね。嘘のような本当の和ということでね、和という字は、会話の和ね、沖縄の和ね、はいはい、和をねなしてみんなでハッピーになりましょうということでね、パーソナリティは私、土井秀人が今日もお届けしていきます。この番組は、FM 宜野湾ヒルズ通りのね海の見える素敵なスタジオから、10時まで放送します。はい、そんなわけで、お便りねもしありましたらどんどん送ってください。メールアドレスは797@fmginowan.com です。はい、この番組はね YouTube ライブで、映像と音声ネット配信してます。FM 宜野湾のホームページからチェック。はい、それから YouTube ね、アーカイブも行ってますからね、ぜひぜひお気軽に、楽しんでください。はい、皆さんそのような本当の話、先週の宿題どうでしたか？覚えてない？いや、やったでしょう、多分ね。嘘のような本当の話、今日も丸がかえ、私たちてんこ盛りでお届けしたいと思いますので、ボリューム気持ち上げてくださいね。はい、そんなわけでね、今週からもうまた、おう、びっくりだな、すごいすごいゲストをお迎えしていますね。皆さんね、この嘘みたいな話、ちょっと身構えておいてくださいよ。今日もね、WO イーストから北条さんね、お迎えしてるんですけども、今日のゲスト、東京からはるばる沖縄に初めて来てくれました。なんと、片腕のギタリスト、てるひこさんです。ようこそ、おはようございます。おはようございます。片腕のギタリスト、てるひこです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今、思わず、片手が動いてしまったの皆さん見えますか？見えないか、想像してくださいね。てりこさんもうねありがとうございます。沖縄この雰囲気初めて来ました。早速先ほど実はついなんかジューシーなのかジューシーなのかで僕もわからんと皆さん、はい、わかりますか？ジューシーはねジューシーな味わい、違うかねえ、何でしょう、知ってる人手を挙げてくださいね。っていうわけでね、沖縄で最近ねこういらしたばかりでチラッと、どうですか、何を思いました？沖縄来て、沖縄来てですか？いや、はい、何も知らないので沖縄のことをいやだから全てが初めてなのでまさに目に映るもの、なんか空港に着いた途端にスコールに見舞われたんですよ。もう晴れてるのに土砂降りみたいな。そこからの移動だったので、なんか沖縄に着いた感じがまだなんか僕、宮崎出身なので、宮崎も南国なんですよ。はいはい、南国南国なので、なんかこう、慣れ親しんだようなところに着いたなっていう感覚がありましたね。なるほどね。はい、っていうのも天気は思いっきり晴れの、ね、なってるのに、土砂降り、土砂降りです。まあ、いわゆるスコールってやつですね。スコールって。はい、そんなことから含めまして、はい、ね、片腕のギタリスト、照彦さんは、はい、片腕、はい、ね、これ、どっからお話しましょうね。どっからでもねえ、なぜもともとチラッと聞いたお話だと、はい、ね、ギター演奏者でいらした、もともとはね、やっぱ両手でやるじゃないですか。なんで片腕になってしまったんですか？脳出血という病気で倒れまして、重い右半身麻痺になりました。なので右全部が麻痺してます、今も。はい、ずっと。それはもう本当突然なんですよね。突然ですね。なんかやっぱり全国ツアーをちょうど組んだ時で、全国ツアーそして世界ツアーまで決まってたんですよ。でその一番最初のやりたいことだったので、一番最初自分の故郷の宮崎から凱旋ライブとしてそこからスタートしたんですね。で大盛況で終わって、ここから行くぞっていう時にバタッと終わった瞬間にやっぱちょっとほっとしたんでしょうね。なんかで自分がプロデュースしてるので、お金とかなんとか全部自分でしなきゃいけなかったんでしょう。それが楽しくてしょうがなかったんで、徹夜も飛ばなかったんですよね。それが終わって次福岡だっていうところの流れでほっとした時に、まあパタンと倒れちゃったという。ちなみに重い、僕はやっぱり経験なくて、思い当たる節ありました？僕はね、もちろん酒、タバコやめましたけど、なんかやっぱり悪いことしてたなとか。いや、じゃなくて僕もともとこれ調べて分かったことなんですけど、脳の血管に奇形っていうんですかね、普通とは違う状態の血管があったことが原因で、そこから血の通りっていうのがあまり良くなくて、それが疲れとか
もうやりたいことで徹夜とかやってて楽しくてしょうがなくて、自分の体、自分の思いと自分の体がついていってない状態ですよね。なるほど、ね、気づいてればね、あの予防はするものの、うん、それが何年ぐらい前ですか。10年前ですね、ちょうど。もう言ったら、まあ、絶望というか、もう信じられませんよね。いや、なんかもう人生終わったなって思ったんですよね。だから人生の半分以上ギターと過ごしてきたので、それで目が覚めたのが1ヶ月後なんですよ、僕。1回僕心臓止まってるんですって。もちろん即救急車、病院、救急車呼ばれて、うんうん、で病院に行って ICU、 そこまで僕意識ずっとあったんですよ。で痛みも何にもなくて、体が全く動かせない状態で、何も発することもできない状態で ICU に連れて行かれて、いろいろ管とか通されて、うん、で何ですか、 CT スキャンに通されて、でそこで ICU、 じゃあ何だっけ、あの緊急病棟に連れて行かれて、そこで気を失うんですね、うん、そして次の日目が覚めるんですよ。そしたらそこにお母さんとか、あの先輩ミュージシャン方とかがいっぱい集まってて、それを最後に僕は気を失ってしまう。そこから1ヶ月間記憶がなくて、ここでねえ、ということは、うん、頭の中とりあえずまあ記憶がない、はい、それで、ね、ちょっと話をショートカットしますけど、やっぱりもう脇苦しみというか、もう本当にそれこそ生きた心地がしない中で、あと目が覚めてこう体を動かそうとしても全く動かないわけですよ。で何だろうと思ってたら、看護師さんが来て、脳出血という病気で倒れて、もう体を動かすことできないですって言われたんですよ。そこで初めて、あ、ギター弾けないんだと思った時に、もう自分で命を絶とうと決めました。でも体が動かせないから命を絶つことできなかったんですよ。あの、いわゆる寝たまま、寝たまま、寝たままの状態でもうやっぱり生きている意味ないなと思って、はい、だからもう、あ、死のうと思って、だから死のうと思っても動かすことできないし、体、どうやって死ねばいいんだろうと思って、だん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 涙が出てくるんですよ。で悔しくなるんですよ、なんでこんなことになったんだろう。そうしたらなんか執着ができて、この世の中に、だからなんか生きていかなきゃ仕方ないんだなっていうことになって、だけど一時の間ずっと自分はもう心を陰に入れてるので、もう本当になんか生きた心地がしてなかったですね。もうなんか見えてる世界もなんか闇かかってるんですよ。もう暗い状態なんですよね、そんな状態でしたね。で、まあ、当然こうして実際にこのね、沖縄宜野湾市という今ところなんですけど、はい、来ていて、なんでしょう、なんかね、やっぱりタイミング、あれがあったんですよね、リハビリにとりあえず行って、あれ行ってというか体を動く、あの半年間入院するので、その間にリハビリもしなきゃいけないので、ね、そうですよね、リハビリをしていて、まあ要はものすごい出会いがあったわけですよね。出会いはたくさんありますけど、ね、その体動かすことになったきっかけから話します。それともその後の話がどこがいいですか。やっぱり本当にうそんみたいな、全部うそんみたいな話ですよ。どこがいいですか。どこでも喋りますよ。水素、あ、水素に出会ってから、水素に出会ってからは僕がギターを弾こうと思うんですよね。あの体が動かない状態でも、まあ、そこで葛藤があったんですけど、そこははしょって、車椅子でした、ちなみに車椅子でした。おうおう、で退院するんですけど、僕は曲を弾くまでの、ね、時間ってすごいかかったですよね。そうです、5年間かかりました、ね、で約1年間で1曲弾けるようになって、5年かけてステージに戻ることができたんですよ。その5年のステージの間で水素に出会うんですよ。それは5年かかったけど、演奏できる時間っていうのが限られてるんですよ。僕の体っていうのは半身麻痺なので、本当はギター弾いていい体ではないんですよ。だけど僕はギターが弾きたいから、ギターを無理やりやってたんですよね。それでなんとかその1曲目弾いた時が患者さんの前で弾いたんですよ。でそこで初めて僕はパワーを上げるつもりで患者さんの前で弾いたのに、患者さんたちにパワーをもらったわけですよ。みんな泣いてくれて、頑張ってねって言われたんです。だから、あ、これ僕の使命にしなきゃいけないなということで、ギターを弾こうって決めたんですよ、そこから。でそこから5年間ガーッとリハビリをしていく中で、ようやくギターをなんとか数曲弾けるようになった時に北条さんと出会うんですよ。あれ、あの立つまでにどれぐらいかかったんですか。立つまでに1年、ギター立つって言ってもギター担いで立つまでに1年かかってます。1年ね。あのギター持つと、あの僕その場に立ち止まることができなかったんですよ。なんかに伝って歩くことはできたんですけど、その場に
立ち止まってギターを弾かなきゃいけないから、で僕座ることが無理だったんですよ。体幹が弱くなっちゃって、座ると座っても弾けない、座ると体が前に倒れちゃうので、だから立って弾くしかなくて、だけど立つにもなかなか立てなくて、そこから物を持って立つ練習を始めて、それを約半年毎日繰り返したんですよ。半年毎日繰り返したらなんとか5分間立てるようになったんですよ。そこでギターを持ったら、今度はギターの元で倒れちゃうから、ギターを持って立つ練習を3ヶ月で、だから8ヶ月そこから一つずつこう指を動かす練習を始めて、で1年後にその自分の曲を1曲だけ弾くことができたっていう、それを患者さんの前で演奏したんですね。めちゃめちゃ早口で止めてます。いやもう大丈夫ですよ、ゆっくりですけど。じゃあグリップこう なんてこうやって握るみたいな感じですね。もうそうですね、うしがどうっていう、そんなレベルじゃない、そんなレベルじゃない。わお。とりあえずギターを持って立つまでが約1年間かかったってことです。うわ、そのちょっと壮絶なね、今日片腕のギタリストテリコさんをお迎えしてるんですが、壮絶なまでの復帰なのか復活なのか、物語は非常にちょっと今ねお気づきの通り、ご本人もあの駆け足で、おしゃべっていただいたんですけれども、もう全く動かすことのできなかった状態からギターが思って立ち上がり弾けるようになるまで、ちょっとこの一旦 CM に行きまして、はい、この後続きをまたね、皆さんちょっとボリュームそのまま大きくして待っててくださいね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、はい、皆さんね、今日曜日の午前9時台ね、まもなく10時になろうとしているんですけども、いやーちょっとね、私もあのお会いしてまだまだほどなく片腕のギタリストテリコさんをお迎えしているんですが、実はね皆さんご存知かな、この番組のね、オープニングエンディングね、実はこのテルヒコさんの曲なんですね。いや僕もあの YouTube でね、あの初恋っていう曲ができたんですとかね、いやなんかこう今のお話聞いてるとやっぱりどっかね本当に嘘みたいな話ではあるんですけど、ちょっとね僕も整理できないからいろんなモリモリネタというかお話があってね、実際にテレビに出るんですよって言って、あれ2021年ですね、去年ですね、障害者さんの皆さんね出演しているパラリンピック、このエンディングでしたかね、閉会式です、ね、閉会式ですよね。あのテルクさんがもうあのスパンコールなのかギンギンギラギラな衣装でもってギターを もちろん立ってますよね、素晴らしい演奏を聴かせてくれたんですけど、ちょっとその話も込み込みでありながら、ちょっと水素のね先ほどおっしゃっていただいた、はい、出会って一体ねどんなその皆さんを元気づけようと言ったのに、ご自身がそんなね元気になれないほどの場面があった、そしてそしてはい、そうなんでした、そうですね、あの私とね、湯上さんが出会ったのは、もう今から5年、6年前になるのかな、僕があの介護支援研究会っていうその介護しなきゃいけない人をその最先端の技術でどうやって救っていくかっていうあのドクターが座長の会があるんですよ。でそこで水素の話をしてほしいっていうことで、講演に行って、そこに湯上さんがゲストで来られたんですよね、はい、呼ばれてたので行ったんですよ、ね、で僕が話してる時にこう吸いながら、じゃあちょっと体験しながらね話聞いてくださいって言って吸ってもらって、話し終わったら、まあ、座長が湯上さんにね、あの水素どうでしたかっていうふうに言ったんですよね。そしたら湯上さんが、水素すごいです、水素すごいです、水素すごいですって壊れちゃったんですよね。すごかったんですよ。でその前が、実は僕まだ体が弱かったので、その場所に行くまでが大変なんですよ。そうですね、だから
言ってみれば着いた時にはもう息はーはー吐きながら、うん、やっと着いたって感じで、着いたからこその水素だ、そっからの水素を吸って、うん、なんか今までに感じたことのないこう元気になるっていうか、本当に元気になるっていうのは、まあ、言ってみれば疲れが全くなくなる状態になっていくんですよね。もう呼吸も整ってきて、体も全然なんか痛みもなくなってきたなっていう感じになって、うん、でホイトさんの話が終わる時にはもう全然元に戻ってた状態になってて、だからこれすごいって。ぐらいですか、1時間ぐらいずっと吸ってました、ね、ずっと吸っていたら、はい、生まれて初めて吸っていたら、そうですね、もうご自身に体の変化をその場面で感じた。あ、もう全然感じます。だって今までつらかったらずっとつらかったままだったんですもん。で、ほら脳出血をねされた方って、同じ姿勢のままでいると体固まるんですよ。だから例えばずっと井上さんのようにこう例えば座って話を聞いていて、立とうとするとね、みんなこう歯食いしばって、ってなるんですよ。筋肉固まっちゃうので、それを動かすっていうのは相当なパワーいるんですよ。でそのパワーがないわけじゃないですか。そうすると痛みともなって立ち上がることができないんですよ。それがね、あの時スパッとだったんだよね、井上さんがね。え、ちなみにその時も車椅子乗った？いや、もう車椅子乗った、もう歩いてはいた、はい、うん、なんですけど、うん、そのスパッと立てたことで湯上さんが5年ぶりぐらいだったのかな、そのね、その倒れる直前までその椅子に座っててパッて立つのは当たり前だったけれども、うん、脳出血をやってからはそれができなくなっていたのが、パッて立てちゃったから、うん、湯上さんがもう言葉がもう出てこないぐらい、いろいろね当時教えてくれましたけど、ね、あれを言いたいこれを言いたいっていろんなことを思いがあったのに、その立てたことでびっくりして言葉が出なくなっちゃったんです。その、水素はすごいです、水素はすごいです、水素はすごいですね、延々言ってた水素本当すごいと思って、ね、それが僕何がすごいんですかって後で聞いたらそういうことですって、体固まるってたのがっていう話だったんですよね。本当体固まるって、本当にギターに例えると、僕の体ってギター、さっきギター弾くのは命がけなんですよ、僕にとって、はい、やっぱり弾くものじゃないので、それでも逆のことをして弾いてるわけじゃないですか。そういう状態の中で、まあ、みんなはこの片腕で弾いてるのがすごいって思うかもしれないですけど、僕からすれば半身麻痺で弾いてるのがすごいんですよ。この半身麻痺の麻痺側がどうなってるかっていうのみんな知らないじゃないですか。相当すごいんですよ、この麻痺側の胴体って。もう力入ってるし、もう勝手にあちこち動き回るし、それを制御しながらギター弾いてるわけですよね。その中でその演奏するにあたって、ずっともう右半身の麻痺側にはもう信じられないくらいの凝縮、こう軽縮が起こってて、筋肉がどん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 固まってるわけです。その中で演奏してる中で、終わった時ってもうほとんど動かなくなるぐらい状態になるんですよ。もう過呼吸にもなるし、その中で水素を吸わせてもらった時に、今まではずっと介護療法士さんとか作業療法士さんにこの筋肉を和らげてもらってやっと下ろせる状態だったのに、水素を吸うだけで副交感神経が優位になって、スーッとリラックスして緩んじゃったんですよ、ね、それでってなって、ミニライブの時でしたよね、一番最初ね。15分ぐらい演奏したら体がもうぐわーっと引きずって、黙って僕もね遠巻きに見てたんですよ。そしたら体がねこうよじれてくるんですよね。その動かない方の体がぐわーっと巻き込まれていって、もうあらぬ形になっていくわけですよ、井上さんが。で、あと背中も反っていくんですか、ね、で、あーまずいと思って、ちょっとその光景を柔道の選手が、脱水症状を起こしてね痙攣してるのにすごく似てたから、バーッと走ってって水素をバッてつけたんですよ。そしたら2分ぐらい吸ったところでふわーって緩み始めて、そのねぜーぜー言ってたのもスーッと止まってったんです。目の前で。目の前で。で周りにいた病院でやってたんで、お医者さんたちが水素すげえ水素すげえって、みんながね水素すげえ水素すげえって。デルヒコさんもすごい状態だけども、結局ね。だからその、はい、要するに演奏していて急にバタンって倒れるから、みんなこうびっくりするわけですよ。その状況からのそのストーリーなんで、タンカーまたかわいとか叫んでる人いたりとか、緊急事態ですよね。そうそうそう。だから僕の中で永遠のテーマだったんですよ。ここをいかにどう切り抜けていく、これから先ギター弾かなきゃいけないのに、毎回この状態で命削ってやっていって、どこまで弾けるんだろうって、僕はこの先どうやってこのままギターを続ければいいんだろうっていうところに愛の手を差し伸べてくれたのが水素であり、そこから吸い始めたんですよ。
だからあの時出会わなかったら僕今こうやって立ててないし、パラリンピックにももちろん立ててないっていう状態が続くわけですよ。あの当時15分のね演奏でしたけど、今どれぐらい演奏できる？今3時間でも演奏できます、ね、この前ちょうど2時間のライブしてきました。2時間のライブだったんですけど、アンコール来て3時間になっちゃいますそれでね、その沖縄来る時もね、飛行機一緒に隣で乗ったんですけどね、2時間半3時間って乗ってるから、うん、もうこの状態だったんで、その間飛行機乗ってる間って水素吸わせてもらえないので、うん、吸ってねえしな、立てるかなと思ってね、立てるって聞いたらスパッと立って、もう全然 OK ですって。だから僕の今日はあのアメリカに行くまでの航空時間12時間ぐらいを我慢できなきゃいけない体にしたいので、練習したんですね。めっちゃ練習してます。だから水素吸いながら、うわ、多分僕が一番水素吸ってますっていうぐらい、やっぱ自分の体に直接僕の場合は分かりやすいので、うーん、そうなんですよ。なるほどですね。もう吸った時点でもうすぐ体に返ってくるので、僕だからいろんな実験してるんですよ、自分の体で。水素のことはいや、本当にびっくりですね。でお医者さん立ち会いで、実験にもお付き合いいただいてね。実験もしました、自分の体で。本当に、で、その時使ったのは、ドクターからの要請で、これをやりましょうと。彼がそのライブを2時間やったのかな、あの時の演奏が始まる前の血液データと、うん、おしっこ、それから2時間演奏した直後で体がもう極限状態になっている時の、うん、血とおしっこ、はい、で水素そこからガーッと吸って5分間ぐらい吸った後の血とおしっこ、まあ、私ね、湯上さんのテリコさんのね、股間に紫瓶を当てるという役割だったんですけども、まあ、それをドクターが解析してくれたら、ね、乳酸と、活性酸素が劇的に少なくなってる。これがびっくりなんですよ。もうだから演奏始めた途端に急激に上がるわけですよ、僕の場合は、うんうんうん、で上がりかなりの上昇で、だけど吸った後に平常値に戻ってないんですよ。少なくなるとかじゃなくて平常値に戻るってことはどういうことかっていうと、その間に一瞬にして体の中の活性酸素を水素が除去してくれてるってことじゃないですか、うんうん、で乳酸も下げてるってことでしょ。もう自分の体で実験したらこんなのもう証明でしかないじゃないですか。何曲ぐらい、何曲ぐらい今弾けるんですか。いや、何曲でも行きますよ。すごいですね。やめろって言われるまで弾きます。曲がある限りだから3、40曲はできると思います。いや、なるほどなるほど。ちょっとですね、これ緊急特番状態でですね、また、はいね、ちょっと前編とさせてもらっても大丈夫ですか大丈夫ですよ、はい、マジでちょっと ねえらいことになりましたね。これは興味津々というレベルを超えるやっぱりお話が、ね、はい、この後もあると思います。でまずは皆さん、ちょっと中途半端というか知り切れともな感じ、またね次回楽しみにしててください。はい、ね、嘘のような本当の話ということで、パーソナリティ土井秀人と、北条さんね、はい、両輸出から北条さんと、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。片腕のギタリスト照彦さんをお迎えしました。また今度ありがとうございました。ありがとうございます。